こんにちは。日本近海に時々現れる陸上生物、マジヤバいアニマルことキリンでやんすー。はい、ということで今回はもしかすると皆さんもお世話になることがあるかもしれない、日本近海にいるとされる超危険な海洋生物をご紹介していきます。万が一の場合に備えてこの動画をしっかりと見ていってください。ただし見たところで死にます。ではレッツゴー。イタチザメ。世界的に非常に危険なサメの一つとされているイタチザメは、映画でも有名なあのホホジロザメよりも恐れられている人食いザメになります。イタチザメはサメの中でも大型で、一般的には全長3メートル前後だと言われていますが、過去には全長が6メートルを超える巨大な個体も確認されています。またこのサメは海のゴミ箱と言われており、海洋生物はもちろん海に流れ着いた様々な人工物を口にし、石炭や車のナンバープレートなど普通は食べられないようなものが胃から見つかっています。また好奇心も非常に強く、水深が数十センチしかない浅瀬にも出現するため、人と接触する機会が非常に多く、日本でも2000年にイタチザメに襲われた人が亡くなっています。もともとこのサメは熱帯地方に生息していたサメで、日本では沖縄ぐらいでしか確認できなかったのですが、最近では青森県や秋田県の冷たい海でも確認されるようになりました。これは一説には地球温暖化による影響だとされています。鬼だるまオコゼ。悪魔のような見た目をした鬼だるまオコゼは、浅い海に生息し、岩に擬態して目の前に通りかかった小魚や甲殻類を捕食する魚なのですが、なんと背びれの棘に大人4人をも死に至らしめると言われている非常に強い毒を持っています。浅い海に住んでいる体長40センチほどの魚になるのですが、海底の砂などに身を潜めているため見つけにくく、シュノーケリングやダイビング中に手足を刺されてしまう人が多いようです。また鬼だるまオコゼのトゲはビーチサンダルやダイビングブーツを容易に貫通するほど鋭いと言われています。毒性は魚の中では最も高いとされており、微量でも体内に毒が回ると痙攣や呼吸困難を起こし、体内組織を壊死させてしまうそうです。2010年にはダイビングインストラクターの男性が鬼だるまオコゼを踏んでしまったとして亡くなるといった事故が起きています。生息地は熱帯域のサンゴ礁とされており、日本では小笠原諸島や沖縄周辺で確認されています。ハブクラゲ。可愛らしい見た目とは裏腹に、名前の由来となっているハブの4倍から20倍と言われる非常に致死性の高い毒を持つクラゲになります。暖かい季節に発生する熱帯性のクラゲで、傘高は10センチから15センチほどなのですが、毒のある触手は伸ばすと最大で 1.5 メートル以上になるそうです。またこのクラゲは傘が透明な上、小魚を求めて浅瀬まで入ってくるため、その存在に気づかずいつの間にか刺されることも多く、最悪の場合は呼吸困難や心停止に陥ることもあり、日本でも過去に3件もの死亡例があります。またオーストラリアに生息しているハブクラゲの禁煙種であるヒロネックスという個体は、記録されているだけでも5000人以上の人が刺されて命を落としています。熱帯性のクラゲということもあり、日本では沖縄周辺に生息していますが、もしかしたら今後関東や東北地方でも確認されるようになるかもしれません。続いても危険なクラゲになります。カツオノエボシ。今年2018年の7月に神奈川県で大量発生し、ニュースにも取り上げられているので、この名前に聞き覚えのある人も多いのではないでしょうか。このカツオノエボシは触手で刺された時の痛みが電気ショックに似ているため、別名電気クラゲとも呼ばれています。触手は10センチから最大50センチまで成長すると言われており、刺されると炎症を起こすだけでなく、アナフィラキシーと呼ばれるアレルギー反応の一種を引き起こし、ショック死を起こす可能性もあります。またカツオノエボシは台風などの強い風に煽られ浜辺に流れ着くことも多いのですが、生きた状態のものはもちろん、たとえ死骸であっても絶対に触れてはいけません。というのも、毒を放出する器官はカツオノエボシの精子と関係なく反射的に作動します。生きている状態よりは毒の威力は衰えるそうですが、それでも十分な痛みを感じるそうです。また一般的にクラゲに刺された時の対処法として、真水や酢が有効とされていますが、カツオノエボシには逆効果のため絶対に使用してはいけないそうです。生息地域は本州の太平洋沿岸と非常に広く、暖かい南風に流されながら海を漂うため、海水浴シーズンとも被る3月から8月の時期が一番危険だとされています。
ヒョウモンダコ、ゴルフボールぐらいの大きさしかない体長10センチほどの小さなタコで、外部から刺激を受けた際に体表がヒョウ柄に変化するためヒョウモンダコと名付けられました。その毒々しい姿の通り、ヒョウモンダコには噛まれると数分で死に至ると言われているテトロドトキシンというフグと同じ非常に強力な毒を持っています。しかも現在まで解毒薬が存在しないため、噛まれたらほぼ 100% 助かりません。過去にはオーストラリアやニュージーランドでの死亡例も報告されています。もともと熱帯域の浅い岩礁やサンゴ礁に生息していたのですが、最近では日本でも目撃されるようになり、九州地方から関東地方という広い地域で確認されているため、今後も生息域が広がるのではないかと懸念されています。鬼人で、全身が鋭い棘で覆われている鬼人では、日本でも死亡事故があるほど強力な毒を持っている人です。主にサンゴ礁に生息している15センチから30センチほどの大型の人なのですが、餌を求めて浅瀬に移動することもあるため、遭遇する機会も多く大変危険です。また、誤って鬼人での棘を踏んでしまうと、最悪アナフィラキシーショックを起こし死んでしまうこともあるそうです。2004年には沖縄で女性ダイバーが棘に刺されて亡くなるといった事故も起きています。しかも定期的に大量発生し、サンゴを食べ尽くしてしまうため、毒だけではなくそういった観点からも有害とされています。ここ数年沖縄近海でも大量発生しているのですが、すべての鬼人手を駆除することは不可能に近いため、深刻な問題になっています。生息地は広く、沖縄から鹿児島、三重県や東京で現在その姿が確認されているそうです。アンボイナガイ、物によってはコレクターの間でも高値で取引されることもあるという8センチから15センチほどの大きな巻貝です。中にはまだら模様になっている美しい石褐色の貝殻もあるそうですが、実はそんな姿から想像もできないような危険な毒を持っています。しかもその毒はなんとコブラの30倍以上と言われており、致死率は6割から7割ととても高いです。アンボイナガイは体の中に毒槍を持っており、なんとウェットスーツをも貫通してしまうほど鋭いそうです。またこの貝の毒は神経毒で、刺されると呼吸困難や耐えきれないほどの激痛に襲われるほど強力だとされており、水中で刺された場合最悪溺死する可能性もあります。日本でもアンボイナガイによる事故が報告されているものだけでも30件ほど起きており、うち8人が亡くなっていますが、実際にはアンボイナガイが関係した海難事故はもっと多いと言われています。生息地ですが、日本では沖縄のサンゴ礁などの暖かい海に住んでいましたが、最近では九州や四国、本州の暖流の強い地域でも目撃されるようになりました。はい、というわけなんですけども、今回は日本の海の危険生物から市民を守るためにライフガードならぬガブ飲みメロンソーダーズを結成したいと思います。ということで、入部希望者は高評価とキリンのチャンネル登録、そしてツイッターのフォローをよろしくです。終わりー。はい、ということで今回もミニ都市伝説入っております。今回はアズドリマさんですね。行きましょう。レッツゴー。あ、はい、どうも、こんにちは。アズドリマとも言えるものです。チャンネルの紹介はまあ最後にしといて、じゃあもうね、まあ話していきたいと思います。ゴールドタマドラ、元ネタ金玉説。ゴールドタマドラというのはまあね、まあ、パズドラやってる人ならわかるんじゃないかな。はい、これですね。やばい、ちょっと映った。やばい。編集で直しとこう。で、ま、このキャラクター、名前がゴールドタマドラ。ま、モンスじゃねえ、間違えた。パズドラで配られるキャラクターなんだよね。キャラクター、売却キャラで、売却するとなんと、売却ゴールドなんと1000万。そして、モンスターポイント1万がもらえるんだよね。こっからが問題の点です。このゴールドタマドラ、名前ゴールドタマドラですよね。名前のゴールドを金に置き換えます。そうすると、名前が金タマドラになりますね。はい。それだけではございません。ゴールドタマドラ売ると1000万円。ちなみに金玉を売ると、ちなみに金玉を売ると、300万円。1個300万円なんだよね。これの共通点がどちらも高いってことなんだよね。つまり、ゴールドタマドラの元ネタは金玉かもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。しょうもない動画ですいませんでした。はい。まあ、
で、まあ、今回は話したわけですけど、僕のチャンネルでは、毎日言って音ゲーの動画とか、ポケモンとか上げてるので、よかったら見てください。お願いします。以上です。はい。ということなんですけど、何の話をしてるんだ、この人と思った方は、ぜひ、アズドリバさんのチャンネル遊びに行ってみてください。概要欄に貼ってます。ということで、さよなら。